一流祭文社公術力士命名伝より谷風梶之助この「谷風梶之助」と申す力士は奥州のもので指導にはなかなか熱心でありましたそれに至って情け深い力士でこの谷風がいたしました良いことがたくさんありますが その一二をういましょう相撲を取る一節は他の力士へ譲ってこれは大関で横綱でありますから強いには決まっておりますこの谷風の住まいは本所の横網でありましたがある時のことすぐ2丁目に越後屋源兵衛という米屋がありましたところが源兵衛は亡くなって せがれの元助というのが今年二十三でありますが一人っ子というので両親の育て方が甘やかしたのでやはや箸にも棒にもかからないやらなわがままものとなりたった一人の母親を粗末にしてケンツクばかり食わして時には打つことなどがあります。それゆえ近所ではみなこの元助をに群んでおりますが。 谷風の部屋の弟子どもが稽古をしますと二丁目の梅の湯へ参りますので毎日越後屋の前を通りますとこの源助野郎は「鳥敵を一つからかってやろう」と大地へ釘を打ち込んで米俵を縛りつけて表から見てどうしてもわからぬようにして鳥敵の通るのを待っておりますと。 そんなこととはつゆ知らず通りかかった。部屋の者呼ばれて何か8日へと立ち寄り見れば、米俵二票を重ねて、その俵をおい。団子山崎この二票の俵が担げるかどうだ。担げねえようなこと。じゃ相撲取りじゃね。えぜ。大荒れの1票や二票を何でもねえ。担いで見せましょう。 かねて匠のあるとは知らず二俵の俵へ両手をかけた団子山力を入れて落ちやあげんとすれどもさらに動かばこそ真っ赤になった団子山串に刺したる焼き団子焦げ茶になった顔の色なれども上がらぬ米俵横手をぶって源助はどーっと笑って罵のりぬ部屋へ帰って た山かくと話せば兄弟子の谷能とまたは谷響「や、はい団子山我りゃ薄みっともねえ野郎だたった二票か三票の俵が持ち上げられなくってどうするんだこの育児なしめありゃあそれでも相撲取りになる気かそんなことじゃ相撲取りにはなれねえ村へ帰って百姓しろ」と言われて団子山は。 米屋じゃ笑われ部屋へ帰って兄弟子には散々に罵られ「なんと間の悪いんでしょ」うと泣きつらしましたが仕方がありませんしかるにその翌日谷響と谷の戸が湯へ行こうと通りかかった米屋の前へ源助はこれを見て「関取関取まあお寄りなせはい親方さんおはようお湯ですかい はい稽古をしまいましたからゆえ参ります関取ならばこの米俵は担げるでしょう昨日はだんご山関がやったけれども担げなかったが一つ担いでみませんか」と言われて谷の友二票ばかりの米俵と思いますから両手もかけてうーんと持ち上げようといたしますとなかなか上がりません。 へんだと俵を調べると米にはそう言いありませんけれども少しも持ち上がらない「ねえ関取この俵が持ち上がらねえとはあんまりだね評判ほど力はねえもんだね」<laughs> とまたも笑われ谷響き谷野と二人もせきめんして部屋へ帰ればだんご山おお兄弟子あんだ あの俵はかげませんんかいうーんどうしたのかなたった二票だがあなたあれが担げんけりゃ村へ帰って百姓をなされこの野郎何を言いやがる団子や豆がオウむがえしをしやがる <laughs> と部屋の者どボと一気に笑えどもいかにも不思議なあの俵誰が言って でも担げぬとはあんまり不思議な田原屋と話を漏れ聞く谷風が何か司祭のあることにと心で密かに考えつつ翌日わざと谷風が米屋の前を通るのを見た源助は谷風を谷風できおはようございますいやー親方かおはよう関取ー おめえさんのところのお弟子が来ちゃこの俵を担ぐと言っちゃやってみるがあれも担げねえじゃ吉しなさるが関取お前さんはどうです、ね、日の下海山の横綱大関だから担げねえことはなかろうが <laughs> その俵かなるほど担いだらどうするなそうそう担いだら関取おいらがこの首をやろう 何わしがこれを担いだらあなたが首をうんそ,れは、ね、そりゃ確かだねそりゃ確かだ関取間違いはねもしお若い週方危機商人になってくださいようゴンスかえと谷風は着物を脱いで裸となり四股踏み鳴らして梶之助総見の力を腕に込め意表の俵にもろ手ぼかけ うんと出したる金剛力さすが日の下海山の横綱力士の力こそげに恐ろしきものなるぞ打ち込みありし食いもろともに引き抜き上げたる力には皆驚いてあきれたる中にも米や健介はこれはと驚くそのところへそばへ寄ったる谷風がいかに健介約束どおり本たが首はもらったぞ」。 と言いつつ谷風手を伸ばし源助が襟首ムンズとつかみ「彼フラチモノメ大地へ杭を打ち込んでそれへ俵をくくりつけて天下の力士をもてあそぶこの横着モノメが」さあ,あ約束じゃ我が首引き抜いてやるぞはあ関取勘弁してくださいどうぞ。 私が悪かったどうか勘弁してくださいいやならねえ貴様のような横着もんは勘弁することはならねえぜひ悔いは引き抜くのだおいおっか謝ってくんで、ね、おっか早くあいでいて,てあしくらしい時の神でなく親も頼んで詫びぼしてもらいます世の人の親の心は皆一つ こう思う心の闇に迷いぬる慈悲と情けと愛の蜜受けて育った人の子は小樽の道を守らずば天は許さぬものぞかし悪い子ほど親の愛はますは逃れぬ親の情母はそれへ走り出て もし関取まことに悪いやつではございますが子供と申したら後にも先にもこれが一人でございまして今殺されましては私がこの後を思われますればこの年寄りの私を不憫とおもしめして関取ご勘弁を願います」と老婆がしきりに嘆きを聞いた谷風は「おっかさんがそれほどまでに言いなさるなら」 許さねえこともゴンがしかし源助さんわしやほかの者のおわびごとなら一向に引くのじゃゴンがおっかさんの言いなさるのだから勘弁もしようがこの後おっかさんに口返答したりまたおっかさんに剣くを言ったり何かすりゃその時はすぐにわしが来て首を引っこ抜くからそう思いなせ親のおわびだからおめえの命を助けてやるんだ。 親のありがたさを忘れてはならねえ。よく覚えていなせい。おっかさん、もし、源助がおめえさんの言うことを聞かなかったり、その他のことがあったらすぐに、わしのところへおいでなせい。ようございますかおい、源助さん、お前に首は預けておくんだよ。谷風は入り用の時はいつでも取りに来るから、忘れちゃいけねえよ。それじゃあ、おっかさん。 そのつもりで、と言って谷風は源助を話しました「さあこれからのちは源助が建築など言うものならすぐに谷風のところへと言うのだからやっこさん弱りましたこの親不幸の源助がとうとう親を大切にするような心を引き起こさしめましたのは実に谷風の自然と言うべきであります。 谷風は自分の行いも,誠に正しもございますここに三十軒堀に二段目十両取りに佐野山権平という相撲堀がありましたが至って親孝行であるが年中貧乏でおまけにこの頃ではおふくろが病気で年の暮れにかかってた きましたけれどもどうももうがねえで佐野山関も天下の力士ではあるが金ばかりは力づくには及びませんこの佐野山の弟子に家州の金沢の財から出てきました浅野川というのがおりますが目のよるとこへ玉ということわざのとおりでこの浅野川が至って師匠思いでございますこのごろ師匠の佐野山が 貧苦に迫られ苦しむを見ている弟子の浅野川どうにか工夫のないものかといろいろ考えた後にふと気のついたは大関の谷風関事前かと皆人々の評判なればこの関取に頼んだらどうにか工夫もつくだろうと一人うなずき浅野川出かけた本庄横網の 谷川関の家へ来て、ごめんください。おい「おいなんでゴンス私は三十軒堀の佐野山のとこから参りましたが大関にお目にかかりとうございます」「そうか待っておいで」と出ると負けは奥へ来まして師匠さん三十軒堀の佐野山関のとこから弟子が来まして。 師匠さんに会いたいとこないに言うておりますがおおそうかこっちへ呼べはい朝野川は出ると負けに案内されて奥へ通り「はい関取こんにちは私は朝野川と申します」お「おお佐野山関の弟子でお主は朝野川というのか何の用かはい関取私は一つお願いがあっ 出ました「師匠さん貧乏のところへおっかさんが患っているでこの暮れの寒さに合わせ一名じゃそれもいいが米を買うのに困っているのでどうか師匠さんに案内させたいと思いますが私が田舎は加賀でな遠いのでどうもできませんがそれでいろいろ考えたがお関取り わしが給金が取れるようになるとお返し申しますがそれまでお金を三両貸してくださいましそれで米を買いますので聞いておりました谷川はこの浅野川が師匠を思う志を感心いたしましてうーそうかありゃあ感心な男だその志によって俺が五両くれてやろうと谷風は 紙入れの中より小粒を出してごりをやりますと浅野川はボロボロと嬉し涙を流して喜びましたこれをもって三十軒堀へ帰ってきた浅野川はこの金を佐野山の前へ出しまして谷風関より借りてきた話をすると佐野山は谷風関が親切な心をしして嬉し泣き。 まず母親の薬を買会浅野川仁助が自分を思う志師匠ながらも礼を言うこの時表の門口へ「ごめんなさいおいおいでなさい私は本所の横網の谷風のところから来ましたが米を車で引いてきましたから受け取ってください」へ「へえ師匠さん」。佐野山はこれを聞いて 慌ててそれへ出まして「これはありがとうございます」と言ってみると車へ米を5票積んであります。佐野山は驚いた。車力は車の上より米を下ろして土間へ積みます。車力は帰ってしまいましたから佐野山は谷風のとこへ礼に行かなければならんがさて困ったのは着物がないので。 どうしたらよかろうかと考えているところへ、谷風は弟子を四人連れて入ってきました。はい、こんじゃ。佐野山これを見て、おや、谷風でき、これはまあ、朝の川、敷物をよう持ってこう。師匠さん、敷物はゴンセンで。ええー、ないことがあるかい。なに、紙くず屋へ売ってしまったええー、さあどうぞ、谷風でき、 お上がりください。先ほどは浅名川の野郎が参りましてとんだお願いを申し上げたのにまたまた米までお送りくださいましてなんとお礼を申してよいやらおぜき、この佐野山は助かりましたありがとうございますいやいや佐野関そんなに礼を申されちゃ面目ねえこれでほんの当座のしのぎと思うてわずかばかりで。 おふくろさんがご病気じゃそうでさぞ困らしちゃるだろうの。どうも今年ほど因果な年はござらんでわしがさんざわずらったあげくがおふくろの病気でなんという間の悪い年だが私もほとほと困りました。そうだろうの。しかし佐野関くよくよしちゃいけねえ悪いあとはいいということだから。 わしが一つ悪魔払いに思考を踏んで払い清めてやろうそれはありがとう存じます横綱関取に踏んでい頂きゃどんな悪魔でも退散しますこれから谷風勝之助は弟子に持たせた締め込みを締めて土間へと降り立ちて日の下改ざん横綱の西の大関谷風が 踏み鳴らして金剛力遠い南蛮北敵や西宮までも人にじり「よろずの悪魔退散せよ」「不動尊にはまりしてん魔の利権と金剛力いかなる悪魔もこの矢にはとどまることのできべきかと四股踏むたびの力足地響きなして町内はさては地震と驚いて外へ駆け出すものあれば」 女子供は逃げ惑うおいおい地震かと思ったらそうじゃねえんだ佐野山のうちで谷風が四股を踏んでいるんだ東大えれい力じゃねえかへえそうかいおいらはまた地震かと思った表の瀬戸物屋はひでえ目にあったぜどうしてうん何の棚の端の方にあった瀬戸物は落っこちてよっぽど壊したぜせえそうか それじゃあやっぱり地震だと思ってるんだなと隣近所は大騒ぎでございます。「谷風が格のごとくいたしましたゆえか佐野山のおふくろの病気も日を追って快くになりましたが谷風はどうかして佐野山のこの後をなんとかして過ごせる予防にしてやりたいと思いましていろいろ考えるうちにふと 思いついたことがありますので谷風は行事の木村しょぼの助方へ参りましてさてお行事今日は一つご相談があってきましたがこれはぜひとも一つ聞いてもらいたいのだがほうそりゃどんなご相談ですさあその相談というのは他のことじゃないが今度の場所で一つ 八百長を取らせてもらいたいのでござんす。えっ八百長そりゃ横網の大関にも似合わん。八百長相撲なんて。そりゃなるほど。お行事がそう言いなさるのは無理はねこれは相撲道の禁物だが、そこを無理に一つお頼み申したいのだ。それはどういうわけかというに、あの三十軒堀にいる佐野山だが、もし。 佐野関も十両よりは上がれまいしまことに親孝行で人の良い関取りだが何にしろ貧乏という病気に長らく取りつかれているのでますます相撲は下がるばかりだがそれについて今度の場所で私と顔を合わせて負けてやったなら佐野関も ここで年寄りの株ぐらいは買えるだろうと思うので佐野山を一人助けるがために八百長相撲を取りたいという相談じゃがどうだろうお行事聞いてはくれまいかそれゆえ今日はわざわざ出向いたのだが」と当時天下に敵なしという谷風が事を分けての相談に。 木村坊之助もそりゃあ不承知だというわけにもならずここでやむを得ず行事も承知しましたからいよいよ春場所の来るのを待っておりましたしかるにその年も暮れましてその翌年の春場所はいつもの年より景気よく初日からして大入りの客におせおせ人の山時に か風梶之助は佐野山関をうちへ呼び「さて佐野山よ」「七日目は私とお前の顔合わせ」「聞いて佐野山色を変えそれは大関何事ぞとても相撲になりはしません私の命が危ない」と聞いてか風首を振り「お前のためを思うゆえお行司さんや年寄りに」 なないない頼んだ八百長相撲「私が負けてやったらばお前がひいきの客人からもろう祝儀のその金で相撲を引いて年寄りになれるであろうと思うのだ」「聞いた佐野山権平は嬉し紛れに思わずも流す涙の露の実をかくまで思いくれるとは親にも勝る大恩人」 何分よろしく願いますと言うて佐野山別れしがいよいよ今日は六日目の明日の七日の顔ぶれに谷風関と佐野山と優を聞いたる見物は意外な顔の相相相これは珍しき勝負じゃと打ち出す太鼓の音とともに評判高く響きたりおい 明日は谷川に佐野山だって、あんまり相撲がちぎえすぎるじゃねえか。うん、そうよ。佐野山は投げ殺されてしまうだろう。かわいそうなもんだな。はい、こんにちは。噂をすれば影じゃねえか。当人が来たぜ。佐野山、まあ上がんねえ。ありがとうございます。ごめんなさいませ。佐野山崎、明日はおめえは谷風と顔が合うじゃねえか。 エレーモンと勝負するんだなはい私がメイドの土産でゴンスたとえ投げ殺されてもエンマの町へ行ってシャバの大関谷風に投げ殺されたとい,いやエンマ様も育児なしとは言いますまいで万に一つも勝ちゃそれこそ大変でございますそうだこれも土俵の上の勝負だからな強い者が きっと勝って弱い者がきっと負けると決まっていちゃ誰も相撲を見るものはねえからな佐野山お前が万一明日谷風に勝ったら俺が五十両やろうどうだ勝てるかそりゃ旦那さん本気な佐野山俺も神田青物問屋の武蔵屋だ嘘は言わんよありがとうゴンスまず五十両もらったおいおい佐野山 勝たなければいけいへえ,んだぜえ旦那さん死んだら香典をいくらくださるか佐野山おめえはずいぶんだな死なねえ先から香典の取り決めは手回しがよすぎるぜそれでも取り決めておきませんと迷いますから <laughs> これから佐野山はせっせと旦那場を回りますと勝負に勝てば30両50両中には 百両なんといいうのがございますまずざっと勘定をしたところが六七百両ありますんで佐野山は腹の内では大喜びであります。いよいよ七日目と相成りましたが木を好みまするは人の常で櫓太鼓の音とともに見物はぞろ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 押しかけまする相撲小屋まだ木戸が開きませんうちから 大勢は木戸口に山なしております「さあ木戸が開いたとなったらそれこそ人が中へ流れ込みまするはまるで包みを切って水を落とすようであります」「場所は蔵前八幡で晴天と丘の肝心相撲」「今日は七日の取り組みが客の気に入り押しかける人はたちまち相撲場に早いっぱいになったれば木戸より余って帰る人」 この時の相撲でありましたが谷風が小野川に負けたのはどうして負けたかと言うとどうして負けたかと言うと谷風が場所入りの途中蔵前へ来ると小揚げの人足が米をあげておりましたが谷風の来るのを見てどうだろう谷風にはこの米俵を持って拍子に打ちができるだろうかそりゃあどうだかな。 一つ聞いてみようじゃねえかというので谷風関場所入りですかはい皆さんこんにちはえー大きいな関取どうですこの米だわらで関取が表紙に打ちができるかできねえかと言ってるんですがどうです関取というお谷風はニコニコっと笑いながら一つやってみせようと言ってやがて谷風は 片手に一票ずつを持って俵と俵でひょぼしぎ打つこと三四度やりまして「皆さんさようなら」と言って場所入りをいたしましたするとそのあとへ小野川が参りましたのをまた人足どもが「さっきは谷風がこれこれだ」と言って小野川にも一つやってみせろと申しますと木三郎は同じく俵を持って三度ひょぼしぎに打ちまして。 幾度やってもこの通りですと言って場所入りをしましたが、ここで谷風は腕の力を幾分か疲らしたものと見えて、この時の勝負には初めて小野川に負けました祖母です。何にしろ谷風と言っては天下一の力士で、これらが本当の日の下階山でありましょう。さて、いよいよその日の相撲も、 番数を取り上げて谷風と佐野山の番になりました東西の見物は双方の力士が土俵へ上がると見物の声は大祖母だ佐「佐野山佐野山死んじまえい誰だい死んじまえ」なんて「佐野山負けるな谷風にくっついて離れるな!」なんていろいろなことを言っております逆に四方八方八より、 かかるところの引き声土俵の上の両力士は厚子の水や桐貯没互いに仕切って阿吽の呼吸予墓地はこれを見定めてやっと引いたる軍配に立ち上がったる谷風とこなたは佐野山権平と争う勝負は見物に知られぬ秘術八墓町は下に谷風の情けの相撲いずれこの後のおめどりに 詳しくごんじょぼいたします一流祭文社力士命名伝より谷風梶之助大正二年読み切りでございます